はい、どうも、星です。今回はですね、うつ病の私でも散歩をね、習慣化できたコツについてお話していきます。で、ね、結論から言っちゃうとですね、このツイートですね、このツイートで、うつ持ちの私が散歩を習慣化するまでの道のり、靴を履くだけで OK、ポストを確認しに行くだけで OK、5分歩いたら OK、気持ちが慣れたら帰って OK、これでいつの間にか30分歩けるようになりましたと。で、他人と比べずに小さな成功体験を積むことが大事ですっていうふうに書きました。でこれね、結構バズってですね、700リツイート以上っていうね、結構多くの方に見ていただいたんですけど、でね、こんな簡単なことでいいんですかって多分皆さん思ったと思うんですよ。よくさ、ほら、散歩をこう習慣化しなきゃいけないなって思ったら、なんかネットとかね、情報見てると、じゃあまずは1日30分から始めましょうみたいな、30分始めて、まあ、週に2、3回ぐらいのね、ペースでやっていきましょうとか書かれてるじゃないですか。まあ、確かにね、いきなりそれができる人だったら、まあ、そのラインからスタートしてもいいかなと思うんですよ。ただこう、私たちうつ病患者っていうのはですね、まあ、普段からこうね、うつ病の治療のためにエネルギー使ってるっていうのもあるし、なかなかね、散歩自体そんなに別に好きじゃないっていう人の方が多分多いと思うんですよね。でもこう、治療のために毎日を言わずともこう散歩を習慣化しなきゃいけないってこうみんな悩んでるわけですよ。でそんな中ね、いきなり1日30分とかっていうのはまあ無理な話なんですよね。なので、もうまずはね、もう超簡単なことから始めて、とにかくハードルを避けてやるってことが大事なんですよ。例えばこれ筋トレとかね、ダイエットとかで考えたら分かりやすいと思うんですけど、いきなりなんかさ、そういうの慣れてる人のメニューを組む、例えば筋トレだったら、もう普段からこう筋トレをする習慣のある人とかが作った超効率的な筋トレメニューみたいなさ、もうなんかもう腕立てもめっちゃしてないけんし、ベンチプレスもしてないけんし、腹筋背筋とかも、今日は腕だけのメニュー、ね、明日はお腹のメニューとかさ、そうやって確かにそれは効率的かもしれないけど、筋トレを毎日するということが当たり前になってない人にとってはね、もう地獄でしかないし、もう嫌になっちゃいますよね、普通にね。だからまずは筋トレを毎日するという習慣をつけることが一番大事なんですね。これね、筋トレ大好き芸人というか、もうガチの筋トレやってる人なんですけど、中山きんに君、多分皆さんご存知だと思うんですけど、彼がね、YouTube の動画で言ってたんですよ。だから筋トレを習慣化するには、まず1日1回でいいから腕立て伏せやってくださいって言ってたんですよね。まあ1日1回ぐらいだったらね、まあ私でもできるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まずそれぐらいのところから始めて、あ、僕は腕立てが1日1回でもできるんだと。で、そういうふうに自信を少しずつつけていって、ステップアップしていけば、筋トレは習慣化しますよってこと言ってたんですよね。これもう散歩もね、なんなら仕事とかも一緒だと思うんですけど、でさっき共有したね、その私のちょっとバズったっていうツイートもそうですけど、とにかくね、こう自分のペースで小さな成功体験を積んでいくってことが本当に大事なんですよ。で、めんどくさいけど、最初のうちはできるだけ毎日やるってことが本当に大事で、どこまで小さなハードルにするかっていうのは本当にあなたにお任せするって感じになっちゃうんですけど、まあ、なんならもう本当にまずはベッドから出るとかね、自分の部屋から出るとか、そのハードルのレベルっていうのは本当に個人個人に合わせて下げていいと思ってます。で、まずは自分で決めた一番小さなハードルをクリアしていくこと、そしてクリアしたら、クリアした時っていうのが大事なんですけど、クリアした時に、いやでも、まあ、1日5分歩くだけとかだったら、別に健康な人だったら普通にやってるしなみたいなっていうのは思うはずなんですよ、絶対。だって周りと比べちゃうじゃないですか。でもそれって本当に意味がなくて、さっきの筋トレの話で言うと、じゃあ初めてジムに行き出しましたと。で、ベンチプレス頑張って20回やりました、僕はね。頑張って20回やりましたと。トレーナーさんも褒めてくれましたと。でも、すごい筋肉ムキムキの人が近くにいて、その人はなんか50回も100回もやってましたみたいな感じの見るとさ、わあ、なんかあの人すごいなと。自分なんてまだまだ大したことないなって思うかもしれない。でも、筋トレ初心者ですからね。筋トレ初心者ですから、やっぱり最初はそんなもんですよ。10回でもすごいと思いますけどね。だから、ね、その周りと比較して自分もっと頑張んなきゃなって思う段階っていうのは、もうそれが当たり前にできるようになる、呼吸するようにできるようになる段階になって初めてやってもいいことだと思うんですね。だからまだその習慣化してないとか、まだスタートした超ビギナーなんですみたいな感じの人だと、ちょっとね、まだその他人と比較するっていうのは単純にね、やる気がそがれちゃうんで、もうそれは本当に良くないと。なので、まずは他人と比較せずに自分のペースで少しずつやっていってほしいなと思います。で、ね、よく私がその散歩っていいですよとか、 Twitter とか YouTube とかでも言ってる中で、本当に一番多い質問でですね、雨の日ってどうしたらいいんですかって本当によく聞かれるんですよ。ほら、雨の日ってさ、
太陽の光出てないからさ、散歩してもあんまり意味ないんじゃないかと思う人多いと思うんですよね。その特にうつ病の治療みたいな意味合いで言うと、こうセロトニンがね生成されないんじゃないかみたいな、太陽の光を浴びることでセロトニンが出るって話があるじゃないですか。でそれで考えると、いや太陽の光出てなかったらセロトニン出ないよなって悩む気持ちはすごくわかるんですけど、でもなんか雨が降ってる日とかでも、家の中よりはね外の方が明るいんですよね。家の中でガンガンこう電気強くしたとしても、外の太陽の光の方が明るいってデータがあって、ちょっと正確には覚えてないんですけど、確か100倍ぐらい違ったんじゃなかったかな。でそれぐらい違うので、効果がないことはないです。もちろん晴れた日の方がね、そのセロトニン的にはいいのかもしれないですけどね。でもですね、無理に雨の日にこう散歩しようっていう風にする必要はないですね。やっぱり雨降ってたら傘ささなきゃいけないからめんどくさいじゃないですか。それになんかこう実家に暮らしてる人とかだったらさ、雨降ってるのに散歩行くのって絶対言われると思うんですよ。で特にその散歩が習慣化してない段階で、本当はあんまり散歩めちゃくちゃしたいっていう気持ちじゃない、その別に散歩そんな好きじゃないし、でもまあ健康のためにやった方がいいよねぐらいの感覚の人がね、雨の日にあんた散歩行くのみたいな感じで言われちゃうと、もうねやる気なくなっちゃうんですよ。もうなんてことを言うんだと、もうあなたなんてこと言ってくれたんだって感じですよ。だから雨の日は別に無理に歩こうとしなくて大丈夫です。それはとりあえずまず晴れてる日でいいんで、晴れてる日でよくて、しかも今日はちょっと散歩してやってもいいかなみたいな、上から目線ですよ、上から目線でね、上から目線で、まあ今日の体調の感じだと、まあちょっと散歩付き合ってやってもいいかなぐらいの、それぐらいのテンション感から始めてもらって、いや今日はちょっときついけどなんか散歩した方がいいって思うし、しようかなぐらいの感じだったらもうしなくていいって、そんなんもうやる気なくなっちゃうんでね、自分が気持ちよく歩ける日っていうのを選んでやってもらうっていうのがいいと思うんですね。で中にはね、その治療とか健康のために散歩をした方がいいと思ってるけど全然そういう気持ちになれないとか、なんかもうベッドから出るのも本当にきついんですっていう人もいると思うんですよ。その自分の精神的な状態とかね、体調にもいろいろよるのでね。でそういう人はね、むしろしない方がいいんですよ、散歩っていうのはね。まあ散歩とか、まあ、運動した方がいいっていうじゃないですか。どんな病気でも必ず運動した方がいいっていうんですけど、でもそういう状態の人が運動するのは私はやめた方がいいと思うぐらいですね。もちろん体的にはね、運動した方がいいには決まってるんですけど、でもやっぱ精神的な問題の方が大事なんですよ。結局そのどんな状況にいる人でもさ、自分が幸せだと思えば幸せなんですよ。でも自分がうわ不幸だなって思っちゃうと、まあ、やっぱり不幸なわけですよね。大金持ちでも不幸だし、明日の暮らしさえわからない人でもハッピーだったらハッピーなわけですし、だから自分の精神状態と相談して散歩するかどうかっていうのは決めていいと思います。でその中で例えば1週間とか2週間とかずっと散歩できなかったっていう時にも落ち込まなくて全然 OK で、それはまあ、そういう状態だった、1、2週間そういう状態だったというだけの話であって、今後一生できないかっていったらそういうわけじゃないわけでしょ。でもしかしたら今後可能性があるかなって思いつつ自分と向き合っていけばいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は以上になります。私のチャンネルではですね、今回のようにメンタルにいいことをうつ病経験者の視点からお話しています。で動画がね参考になったなって思った方はですね、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。